こんにちは、トルーパーズの山中です。セキュリティ用品がいくつか入荷してきたので、こんなのありますよっていう感じでちょっと紹介したいと思います。セキュリティ用品っていうのかな、コスプレアイテムですかね。これ手錠、税抜き2180円。でコスプレといってもこんなちっちゃいシェリフっていう星型のバッジもある。かわいいでしょ、ね。でと、あとはパチンコ、これ3400円、ダブ、あの当てがついてるやつですね。こうやって持ってパッケージから開けなくてすいません。これもうちょっと簡単なやつ、これどっちも人気なんですよね。こっちはあの税抜き1590円、クラシックっていうスタンダードの Y 型のパチンコですね。でそれのあの替えゴムもあります。であとはセキュリティ用品っていうと、時々聞かれるんでこんなのも置いてます。はい、1万3020円の、税抜き価格、ダブルトラブルスタンガン、こうやって持つわけですね。こうやるとちょうど手の形だよねこういうやつですね。時々売れる、あとはこういうのはどういう人が買っていくんだろうって、結構やっぱね武器マニアの人買っていきますね。スラッパーってあの鉛がこちら側に入っている、ちょっと縦長にしたひょうたんみたいな形してるこういうやつね。こういうので、でも肩叩いたりすると割と気持ちいいこちらのスラッパーは税抜き2380円。あとポリスバトンとしてこういったのカーボン製のこんなに長い、これ割と安い2100円ね。あとあれですね、こちらはあのホルダーもちゃんとこういったホルダーがついたトンパー、トンパー、ファイナルファンタジーとかの武器でよくありましたそうです。こちらのトンパーに関しては税抜き3300円で、あと警棒ですね。ASP バトンなんていうポリスに実際に納入してるシリーズもありますけども、こちらが韓国警察に納入してるよっていうやつ でこちら面白いのは、普通警棒っていうとあの床に打ち付けなければいけないところを、ここの突起を、こちらの突起を押すことでそのまんまやれるね。出したりしまったり、お部屋の中でイメージトレーニングする人にも最適。でここのハンドガードのところも十字状にすることによってディフェンスとして使えることができるよと。ディフェンスって言っても、ちょっとしたこんな感じで、警棒対警棒の戦いになった時の話ですね。それもあのイメージトレーニングでの話ですね。一応こういったナイロンポーチがついております。で、こちら K1 というサイズなんですけど、もう一つ K2 という、持つハンドルの部分は長さ同じなんですけども、伸ばすとこんなに違うよ、こんな感じですね。はい、ということで、こちらも同じようにこちら柄の部分がこうなりますので、こうやってもブロックで使えると。人生でめったにないシチュエーションではあると思います。そんな感じ。あとあれか、警棒というと、ちなみに今のが K2 というサイズで税抜き13,860円となってます。そしてで何気に人気なのが、こちらの警棒もナイロンポーチついているんですけども、
お値段が税抜き6,130円、比較的安い。出してみましょう、で割と長いと。これは約66センチまで伸びますね。だいたいね、あのサイズで言うと ASP で言うと約21インチと26インチの間ぐらい。縮めた時に約 24.5センチ、縮まんなくなっちゃった。ハンドルがこちら、このようにラバー製になってます。はい、ということでこちらも結構人気で、まあ、いろいろありますので、まあでもね、セキュリティ用品探してるんですけどっていう人で、まあスタンガンとかね、まああと別途今日はここにないですけど、催涙スプレーですとか、あとはまあ一番手軽なのは ID ホイッスル上ですね。こんな感じのやつ、ごめんなさい、まあ、そんな感じで、まあ、いろいろ用意してるんで、あのホームページで探していただけると幸い、またはお店に来ていただければ長さや重さなんかもサイズも手に取った感じも見ていただけるかと思います。それではこういったセキュリティ用品ね、私が言うことではないかもしれません。まあ言うことなのかもしれない。正しく使いましょうと、ね。正義の心が大事です。はい、ということで今日は簡単にそういったセキュリティ用品の紹介をいたしました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。